What's up, puppies? Welcome to my channel. It's quite hot today. And today we're gonna continue the yesterday event story quest, which is we're gonna find Calvin and Farrozzan, which is we already find, but we're gonna continue it today. Let's go. Oh, and today is Diluc's birthday. Oh, 30th of April. Same as my father's birthday. I already done the daily commission, yada yada yada, and I explore chasm. Only five more the I don't know what it, I don't remember what it's called. The lumen something like that. Lumen stone, yeah. I already have it at level 90. Not level 90, level 9. Which is I forgot to change my gadget. I don't know why it gives the same. What weapon you have? Bow. You have another 5-star weapon. Why not give me another primordial jade or something else in the standard banner? Which is, I think it's tomorrow, Tuesday. At least the enemy in the chasm, like serpent, they gave us much more quantity of their prop rather than the hand guard at Inazuma, which is very. One samurai only give one quantity of the lowest hand guard, which is all hand guard. So confused. I know you will only one katana or one sword, one hand guard. For that, maybe you want it to become more realism, which is kind of annoying to farm it.
So let's go. Oh, got another one. Fish. Let's just get rid of that. How do you call it?User interface when you open the map. I forgot that I have Sonic.Who's the tallest?150. That's cool. Find Faruzan. Alright. And I'm gonna mute as usual. So I'm gonna see you guys at the end of the live stream.風よ。悪くない品だ。
この辺りにあるはずじゃ。やっと見つけた。カーベ？お前、まさか。ファルザン先輩。先輩はもう試合を達成できてると思ってた。ファルザン、カーベ。あ、レイラが試合目標を達成したみたいだぞ。まさか、ファルザン先輩と同時に致脈干渉器を見つけることになってしまうと。他の参加者はどうしてる？ディナリとカサッチは棄権して、セノとレイラはもう達成してる。あとはお前ら二人だけだぞ。あれ、おかしいな。ファルザンはもうずいぶん前から掘ってなかったか？うむ、それがずっと掘り進んでいったら致脈干渉器を掘り当てるどころか、ある遺跡の中に入ってしまったのじゃ。結構深い場所に落ちてな。中は真っ暗で、わしはだいぶ時間をかけてギミックを解いて地上に戻ってきたのじゃ。なんだかそれはそれですごいような。こんな短い時間で他の人なら1週間もかかるような道を進み切るなんて、さすが先輩。お前はなぜこれほど遅かったのじゃ？途中でたくさんのコサックギツネに遭遇したんで、そいつらを試合エリアから連れ出してたんですよ。戻った時には喉がカラカラで、急に目の前が真っ暗になって、多分暑さに当てられて気絶してしまったんでしょう。目が覚めたらもう夜になってたので、最後の体力を振り絞ってここまでたどり着きました。本当に変な理由じゃな。お前本当に大丈夫なのか？砂漠で一人倒れるなど、聞いているだけで危なっかしいぞ。砂漠に詳しいと豪語する割に、問題にあった時にはそのような解決法を取るなど、いささかその天才の名にふさわしくないのではないか？確かに少し問題はあったかもしれません。でも天才かどうかなんて関係ない。僕自身の選択ですから。やり方は確かに妥当ではなかった。でもそうしないとどうも気が晴れないんだ。心にうっすらと罪悪感を抱え込んでいるようで。だから。ふん。最近の若者は揃いも揃って変な奴らじゃな。本題に戻ろう。どうやらわしらはどちらも最後の致脈干渉器がここにあると確信しておるようじゃな。とりあえずそいつを掘り出そう。やはりこいつじゃったな。わしたちの考えていた通りじゃった。じゃが今回はどうする？後輩どうした？ほっとした様子で。あ、いえ、ただこのラウンドがやっと終わったなと思って。これでも僕たちと無関係な動物が危険に巻き込まれずに済むはず。ポイントは後でもう一回くじを引きましょう。他にいい方法もないし。よし、じゃあとりあえずアール村に戻ろうぜ。お前ら二人ともまずは水と休憩がいりそうだからな。荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。行くぞ。
第2ラウンドの試合が終わったみたい。ファルザンさんとカーベさん、どっちが早かったのかな。あれ、ファルザンさんは？ファルザン先輩は水を飲みに行った。すぐ戻ってくる。先輩とほぼ同時に見つけたから、またくじを引きたいんだ。君は物事にはまりやすいな。今回はくじ引きか。はまってなんかない。僕が好き好んで不運な目に遭っているみたいに言うな。そうか。では言い方を変えよう。君はくじ引きと妙な縁があるな。じゃあくじ引き用の箱と紙を用意してくるね。二人ともちょっと待ってて。うむ、またくじ引きか。わしの運を見せてやろう。当たったぞ。見たか、今回は僕の当たりだ。おめでとう、カーベさん。カーベも運が良くなったな。本当に大変だった。砂漠であれだけ苦労したのが報われたな。今回の点数はお前のものじゃ。今回第2ラウンドの試合の目標を達成したのはセノさん、レイラさん、カーベさんの3人でした。現在の順位を計算してみますね。セノさんとレイラさんは4ポイントずつ所持しているので同点で1位です。あとは順番にティナリさん、ファルザンさん、カーベさん、カサッチさんとなります。次は最終ラウンドです。それまでに皆さんしっかり休んでくださいね。学院フェスのブースに新しい遊びが出てきたと聞いています。興味のある人はぜひ行ってみてください。じゃあみんな、次のラウンドでね。考え事か？旅人さん、パイモンさん、やっと会えました。あれ、なんかあったのか？今回の学院祭、何か変だと思わないか？さっきまでキャンディスと一緒にカフェにいたんだけど、いかにも用があってここに来たって風な傭兵を見かけたんだ。あいつらわざわざ変装までして買い物に来ただけの観光客を装ってた。でもどう変装したってあいつらの体に染みついた血の生臭さは隠せやしない。あのコソコソした様子を見るに、きっとまた拉致とか暗殺みたいな下水仕事だろうな。少し聞き耳を立てていたのですが、彼らの目標はどうやらサーチェンという人のようです。サーチェン？あ、開幕式の時カリーナが言ってた人のことか？
彩色の冠と試合の賞金も全部そいつが提供してくれたって言ってたよな。けどそいつ自身はずっと顔を見せてないような。聞いた限りじゃ金持ちみたいだな。それだったらおかしくはない。ここんとこエルマイト旅団のやつらも生計が苦しいからな。傭兵たちの大半は副業をしてる。狙いは全部金や権力を持ってる大物たちだ。あいつらの言葉を借りれば、一度成功しさえすれば身代金でしばらく楽な生活ができる。だそうだぜ。ちょうど学院祭の時期ですからね。スメールシティから一気にたくさんの観光客が押し寄せてきたのに乗じて紛れ込んできたというところでしょう。リシアと一緒に彼らを捕まえようと思ったのですが、相手の警戒が強くて理由をつけて逃げられてしまいました。シティ内で戦いなんかしたくないだろ。そうじゃなきゃすぐにでも奴らを縛りつけてたんだが。こういうのは誰が管轄する決まりなんだ？マハマトラ？それとも30人団か？セノなら何とかしてくれるだろう。とりあえず教練員に戻って情報をマハマトラに伝えようぜ。リシア、キャディス、ありがとうな。いいえ、私たちもたまたま耳にしただけですので。ああ、気にするな。本当に奴らにやられてしまった日にはエルマイト旅団の名がもっと汚れるだけだ。それにここはスメールシティだからな。私とキャンディスは手を出しにくいんだ。あんたらに任せたぜ。もし私たちの助けが必要になったらいつでもカフェまで探しにいらしてください。さっき何か考え事をしてたみたいだったけど、もしかしてお前も学院祭について考えてたのか？リシアとキャンディスの話を聞いて、オイラも裏に何かあるんじゃないかって気がしてきたぞ。こうして考えてたってどうしようもないよな。よし、教練員に行ってマハマトラを探しに行こうぜ。
まさか学院祭の期間中に手を出そうとする奴がいるとはな。サーチェンの財産というのは随分魅力的らしい。もしいきなり大金が手に入ったら、あんたは何をする？わかりません。考えたことがありませんから。じゃあ今考えてみろよ。食べ物を買って水源を探すとかでしょうか。前にオイラたちと一緒にシラージの調査をしたマハマトラだよな。オーラブだったっけか。あいつに話してみようぜ。お二方、これはお久しぶりですね。私に何かご用ですか？サーチェン様の拉致ですか。そんなことを計画している者がいるとは。でもよくよく考えてみれば意外なことでもありません。学院祭の影響力はどんどん広がってきていますからね。サーチェン様も協賛したということで、たくさんの人が彼の名を耳にし、彼を大富豪として見ています。あいつが狙われてるかもって分かってたなら、人手を増やしてあいつを守った方が良かったんじゃないのか。実を言いますと、我々にもそのような考えがありました。ただサーチェン様はもともと外での調査研究がお好きで、ほとんどスメールシティ内にいないので、誰も彼と連絡を取れなかったのです。たった一つの手がかりは、彼が学院トーナメントが開催されたら、私は毎回一番近いところで観察するつもりだ。私の資産を継ぐにふさわしいものを選び出す。とおっしゃっていたことでしょうか。サーチェン様がご自分のおっしゃったことを守っているなら、彼は今スメールシティ内にいるはずです。エルマイト旅団の者たちもそれを耳にしたからこそ、スメールシティに来たのでしょう。じゃあ、あの悪い奴らも、サーチェンがどこにいるかまでは分かってないんだな。そのはずです。瀬野様はまだ休暇中ですので、この件は私が対処しましょう。安心してください。今のスメールシティで、拉致犯たちによる波風を立たせることなどありません。私には、彼らを探し出す方法があります。でも、サーチェン様のことが気になるようでしたら、彼を探してみていただけますか。彼の居場所が早くわかるほど、それだけ早く彼の身の安全を保証できます。マハマトラや三十人団がどれほどすごくても、自分から姿を見せたくないという人間は守りにくいですからね。分かった、探してみるぜ。けどどこから探せばいいんだ。ないですね。サーチェン様は法律や規範に違反するようなことは何一つしていませんので、マハマトラの方には彼の情報はあまりありません。アルハイゼン様はすでに代理賢者を辞め、書記官の仕事に戻られたと聞いています。彼に聞いてみてはどうでしょう。確かにそうだな。じゃあ一旦会場に戻ってアルハイゼンを探しに行こうぜ。
査？今ちょっとある人の調査中なんだけど、あいつに資料を探してもらいたいんだ。そうなんだ。ごめんね。私もどこに行ったかまでは知らないんだ。試合が終わった後、いつも一番に会場から離れるの。それにアルハイゼンさんは他人に自分のスケジュールを教えない主義みたいで。そっか。まああいつは普段からそういう感じだしな。アルハイゼンさんは学院祭にもあまり興味なさそうだったし、この近くには残ってないかもね。あの人にとって特別評論員はどっちかというと割り当てられた仕事って感じなんだよね。普段仕事が終わったらどこに行くか知ってる？でもまだ試合が1ラウンド残ってるのに、アルハイゼンさんはそんな時にお酒を飲みに行くような人かな。あ、分かったぞ。家に帰ったんじゃないのか。アルハイゼンの家はここからそんなに遠くなかったはずだぞ。あいつん家に行ってみようぜ。アルハイゼンさん、どこに行ったんだろう。星空がよりはっきり見えます。新しい実験は？燃えろ！アヤテのごとく。ノックしてみようぜ。お、反応がないな。留守か？アルハイゼン、聞こえるか？家にいるのか？ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。あなたたちだったのか。とにかく入ってよ。今ドアを開ける。ノックしても返事がなかったから、
家に誰もいないのかと思ったぞ。仕方ないんだ。もし僕がのこのことドアを開けたりして、来たのがアルハイゼンを探しに来た教令員の人だったら、ここに住んでるってことがバレてしまうだろう。このことになるとやけに慎重だな。じゃあもしアルハイゼンを探しに来た人がいて、お前もたまたま家にいたらどうするんだ。自分の部屋にいるだけさ。それに家に来てまでアルハイゼンを探すやつなんかいない。そんな無駄なことをする人はそういないからな。そっか。アルハイゼンがどこに行ったか知らないか。あいつがか。知るか。好きなところに行ってればいいさ。喧嘩なんかじゃない。あいつ口がすぎるんだ。第2ラウンドで起きたことについてあいつと話してたんだ。最後僕がくじを引き当てただろ。いい人間にはいい運が回ってくるって証明だ。今の僕は絶好調についているのさ。そしたらあいつ、これを聞いた時のあいつの反応を、あなたたちはきっと想像もできないだろうね。あいつはこう言ったんだ。いつも自分の方が先輩だと強調するくせに、問題の対処をする際には先輩としてあるべき姿勢が見受けられない。なら、その先輩というプライドには何の意味がある？先輩のあるべき姿勢ってなんだよ。先輩は先輩だろ。それに、あいつはこんなことも言った。君はもう少しよく考えた方がいい。なぜどのラウンドでも運試しをする？その年まで生きて自分の最大のピンチに見向きもしないとは信じられないな。だってさ。確かにアルハイゼンの言いそうなことだな。もう我慢できない。今回だけじゃないんだ。前回も前々回もこんな調子だった。あいつとの会話は本当にイライラするよ。どうせ僕たち互いのことが気に食わないんだ。なるべく早くここから出ていくよ。今荷造りしてるところなんだ。あいつのために物を片付けたり掃除したりする人なんてもういない。壁の絵も持っていく。今後アルハイゼンは感性なんてものとは全く無縁な場所で住むことだな。ちょっと待てよ。引っ越すのか。試合ってまだ終わってないんじゃないのか。どこにそんな金あったんだよ。今はもちろんないさ。だからとりあえず荷物を片付けて前もって準備をするだけだ。新居の目星はついている。賞金を手に入れたらすぐにそれを買うんだ。それで片付けた荷物を運び込んだら、せいぜい3日あればここを離れられる。この目標を実現するために僕は決めた。たとえ第3ラウンドで何が起こっても全力を尽くして優勝を手にするから見ていてくれ。おう、応援してるぞ。けど本当に大丈夫なのか。ん？僕の何が？レイラがオイラたちに、お前は時々自己矛盾に陥ってるって言ったんだ。どういう意味だ？あなたたちも僕の性格に問題があるって思ってるってことかい？そうは言ってないぞ。でも考えてみろ。賞金を手に入れるって言ったのはお前だし、ファルザンからのポイントをやるって提案を断ったのもお前。コサックギツネを放っておけなかったのもお前だった。待てよ、そんなのは全部普通のことじゃないか。理由だって前に言ったはずだろ。そうしないと負い目を感じるんだって。どこが矛盾してるって言うんだ。突然そう聞かれると、そうだな、なんでだろう。多分僕の性格なのかもしれない。そうしないで万が一悪い結果を呼ぶ羽目になったら、僕も責任逃れはできないし。でもそんなことばっか考えてると生きるのが大変だぞ。それにお前がしたことって全部危険がないわけでもないだろ。例えば砂漠で気絶したりとか。本当にそれでいいのか。簡単には説明できないんだ。いや、僕のことはとりあえず一旦置いとこう。アルハイゼンに何の用だ。
サーチェン。最近あいつがそんな名前を口にしたのを聞いた気がするな。その時あいつは資料を一部持って帰ってきてたんだ。ブツブツ言いながら紙に何か書いたりしてた。僕に暇だったら目を通すように言ってきたけど読まなかったんだよな。ちょっと待ってくれ、どこにあるか探してみる。これだ、どうぞ。ねえ、本当にいいのか？何が？あいつが僕のところからビールを持っていくときは随分慣れてる様子だったけどね。遠慮なんてものは全くなかったよ。それにあいつから見ないかって聞いてきたくらいだ。僕はあの時必要ないと思ったけど、あいつはそのまま横に置いてった。あいつの習慣からすると片付けてない資料は読んでいいっていうことさ。気にする必要はない。そうか、だったら安心だな。サーチェンの資料に何が書いてあるか見てみようぜ。資料を持ってきたんだ、よかったら読まない？話があるのか。サーチェンの資産か。一生かけても使い切れないだろうな。もし手にすることができたら、借金を返して新居を買って、それでも数え切れないほどお釣りが来るぞ。そうなればアルカサル・ザ・ライパレスをもう一つ作れる。いや、あれの10倍は大きい宮殿だって。待てよ、オルモスコの新プロジェクト、あれも橋の改装だったな。最高の効果を出すためにはおそらく。おい、目を覚ませ。それを考えるにはまだ早いぞ。あ、それもそうだ。当面の急務は優勝してさっさとここから引っ越すことだからな。ん？待てよ、資料にメモが挟んであるみたいだぞ。アルハイゼンが書いたのか？あいつの考えを書き留めたものみたいだな。どれどれ。2つの文章に丸がつけられてるぞ。1つはサーチェン生死不明、もう1つは彩色の冠、それとよくわかんない言葉だな。これ他のところの言葉か。どれどれ。ん？この文字は。そうだな、ちょっと考えさせてくれないか。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。 100% 正しい保証はないけど、だいたいそんな意味だね。ん？下にまだ小さな文字があるな。あいつは何が言いたいんだ。この変な文字が読めるなんてすごいな。学生時代、僕たちは共同で課題をやっていたことがあるんだ。テーマはキングデシェレト文明の古代遺跡における古代文字と建築デザインの方向性についての解読だった。古代文字については
その時にちょっと勉強してたんだ。なるほどな。でもアルハイゼンが書いたこれはどういう意味なんだ？さあね、あの男の考えることは普通の人間にはわからない。ま、ここにはもう手がかりはないみたいだな。そうだな、早くあの悪い奴らを捕まえてほしいぜ。それまでは、とりあえず他を回ってみようぜ。小さき選択だと。あいつが何を考えてるのか全くわからない。ずいぶん待ってたのよ。あいつ、メモをわざと残していったのか、それともただの偶然か。いや、偶然じゃないとしたら。We're done. Some internal conflict between Kaveh and I'll hate them again. It's really cool, they just include that. Here we go again.No, I don't know. We cannot go. All right. The door request. I think it's this one. 仕事なんかよりお昼寝だ。
行くぞ。
物欲を抑えることは占星術師の修行の一部。質素な生活を送ることで世界の真実を覗くことができるのです。決まった運命を正確にし、Alright, so tomorrow there is three or another more six minigame again, and the last part of the event, the Red of.装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。So I think that's all for today, guys. Thank you for joining my stream. See you guys again tomorrow at the same place. If you have some free time, you can rewatch my regular lives on, you know. And yeah, that's all for today. So stay safe, healthy, and get.Peace out. Have a good day. Bye bye.遊びに行こうか。